お庭外福は内えいえい、私は服もきっとあるお兄ちゃんだから家から出ていかないぞ。服だけ持ってきて。お庭外やだやだ、出てって出てって、ここあったかいし出てきたくないよ。それはちょっとかわいそうだけど、でもお庭退治しないといけないって聞いたし。やだやだ、寒いもん外。いや、じゃあちょっとこれは必殺のダジャレで撃退しよう。ダジャレ、豆を巻きすぎて豆ドになっちゃった。うわ、寒っ。出てこう。アグアグノンノン、アグポンこと大西アグリです。アグアグノンノン、ノンノンこと高岡ノンです。始まりました、アグノンルームラボ第109回配信です。イエーイ。この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるふわ動画番組です。はい、今週の小芝居は、うん、豆さんの案を採用させていただきました。 ありがとうございますありがとうございます。鬼を撃退しようと豆をまくのんのん妹と、うん、いくら豆をまかれてもダメージがないアグポン鬼いっちゃん最終的にとっておきのダジャレを言って撃退ということで、完璧だった。なんて言ってたっけ。豆を投げすぎてマーメイドになっちゃった。のんのんがなっちゃったってこと。あ、なっちゃった。あ、な、そうそうそう、そうなんだねそうなんだね、そうなんだね。すごい無事。そう、寒くて寒くてね、外の方が暖かいと思ってことで出てっちゃいました。はい、うん、いいまとまりでした。はい、豆さんだしね、今回もね。そうだね豆さん、この鬼いっちゃんもあの、のんのん的な感じを感じるね。確かに鬼だけにね、鬼だけにね、鬼いちゃんっていう ね。あ、すごい、うん、素晴らしいです。みんなも撃退していきましょう撃退しましょう鬼が出ない場合はこちらで、ね、はい、はい、撃退できますよ。はい、はい。そして今回もルームニュースありまして、はい、なんとスキヤで納豆入り豚汁が発売されるそうです。わー、めちゃめちゃ美味しそう。されたのかな。あ、発売か、うん、発売中ってことかな。中なのかな、うん、今は1月16日にすき家が新商品、うんうん、納豆鬼よけ汁を販売開始したんだって、すごい。大根、里芋、人参とかがね、うん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 、入った具だくさんな豚汁に食べやすい小粒の納豆を合わせているそうです。あ、節分の時に邪気をこう払うために食べられる、豆にちなみ健康を願うのにぴったりだそうですよ。あ、そっか、納豆もね、豆だから。そうだね、大事だもんね。うん、あ、そうなんだ。私、すき家でバイトしてたからさ、うん、あ、そうか、そう、1年バイトしてたから。そう、知ってた。これは、いやいや、初めて見た。おお、うん、これは今回初めてなんじゃない。そっかそっかそっか、うん、なんかアグポン納豆好きだからね。え、これ美味しそうって思った。うんうんうん、しかも豚汁めっちゃ美味しかった記憶があって。そっか、普通にスタンダードで豚汁のメニューがある。そうそう、豚汁がある。そうなんだ。味噌汁かこの豚汁に変更したりとかして、みんなセット頼んだりとか。すごい、そうするんだけど、うん、美味しい。すごい、なんかすき家の、うん、こう店舗で、うんうん、多分食べたことなくって、うん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 、なんかめっちゃ気になりました今。イメージないよ。でも私もバイトするまで牛丼を食べたことがなかった。うんうん、あ、牛丼自体を。牛丼自体を人生食べたことなかった。すごい。まかない初めて食べた。絶対美味しいってなるやつ、ね。うん、美味しかった、美味しかった。そう、お腹満たされる感じで。うんうんうん、そう、すごい美味しかったんだけど。うん、この納豆豚汁もすごい美味しそうですよね。ね、美味しそう。うん、あとなんか全然話は変わるんだけど、うん、秋田県だとお雑煮の代わりに納豆味噌汁を食べれるらしくて、お雑煮はあれ食べたって話したっけ。うん、したかも。したかも。ここでなんか白いお雑煮食べたみたいな。白いお雑煮。そうそうそう、あれ白いお雑煮は聞いてないかも。なんか色が普通のお雑煮じゃなくて、うん、白味噌使ったお雑煮らしいやつを食べた今年。あ、お母さんが作ってくれたの？いや、家族で食べに行って。あ、食べに行ってか。そうそうそう。あ、へえ、そっか、お雑煮に味噌が入ってるイメージがないから、うん、あ、そうなんだ、私もね、うん、分かんないんだけど。あそうそう、なんか味噌ってなんだ、うん、味噌みたいなね。
ちょっと味噌調べてみそうみたいな そうね、感じで。そうそうそう、うん、え、白味噌は好きなの？あ、でもなんかどんね、あるよね、そうね、好きよ。好きだった。あ、よかった。私も白味噌めっちゃ好きだから、ね、気になりました。なんかどれがね、単体で白味噌の味か分かってないけど、うん、でもそのお雑煮美味しかったから。あ、美味しかったからきっと好きってことだね。あ、よかったです。私も白味噌のお雑煮気になりました。はい、はい、ちょっと謎が深まりましたが、今回もよろしくお願いします。アズナンルームラボ。それでは早速最初のコーナー、今週の面白い話。はい、このコーナーは私たち2人のうち1人が面白い話をします。はい、どんな話が飛び出すのか皆さん期待していてくださいね。はい、今回はのんのんが面白いお話をします。はい、それではのんのんお願いします。はい、いやね、なんか面白い話っていうか、うんうん、まあ、ちょっと衝撃的なビッグニュースみたいな、うんうん、ビッグニュース気になるねみたいな話なんですけど、うん、あのね、去年の末に、うん、あのアイドリープライドのツアーで、うん、北海道に行かせていただいて、うんうん、でライブさせてもらったんですけど、うん、まあ、北海道だからこう飛行機で行って前乗り、そうだね、してこうホテルで泊まったんだけど、うんうん、まあ、北海道寒いし、寒いね、私結構乾燥とかもその時期冬だからしてて、うんうん、そう、ホテルで貸し付けないかなって言ってこう探してて、うんうん、そしたらね、こう、もう素晴らしいこうホテルをねご用意してくださったから、うんうん、貸し付けが置いてあったんですよ。うんうん、よかった。で、あ、もうこれでじゃあ明日は喉は万全でライブ出れると思って、うんうん、こう貸し付けつけて、うん、こう寝ようとしてたら、なんかまあ、北海道だからかなって思ったんですけど、うん、乾燥やばくないって思って、うんうん、つけたのになんか全然なんだろうな、あ、乾燥あんまりなくならないみたいな、足りないなみたいな、うん、こう思ってたら、私の携帯にこうマネージャーさんから LINE が来て、うん、高尾さん、加湿器にちゃんと水入れてますかって LINE が来て、うん、え、加湿器って水入れないとダメなのと思って、ええ、だから私何も知らないから普通につけてたけど、うん、何もしてないのよ、うん、なんか水入れるとか、うん、で、なんかマネージャーさんから高さん入れてますかみたいな来て、うん、入れてないですって言ったら、うん、なんかだと思いましたみたいな、だと思いましたなんかだと思いました高さんならみたいな、うん、来て、なんかちゃんと水入れてくださいねみたいな、うんうん、来て、え、加湿器って水入れるんだと思って、ちょっと衝撃受けて、うん、で、だから私やってたのは、なんか水入ってないけど、うん、空気だけ出してたみたいな。あ、なるほどね。そういう状態だったらしくて、ちゃんとこう水をね、入れたら、部屋が潤って。あ、よかった。そう。で、なんかね、びっくりじゃないですか？そんな水入れなきゃいけないなんてね。っていう話でした。あ、終わり。あ、終わり。終わり。あ、なるほど。一つ学んだんだね。そうそうそう。でも、あれかもね、のんのんが昔から泊まってたホテルは、もうその水も入れてくれて、全部セットしてくれるタイプの部屋だったのかもしれないね。あれかもね、お家ね、加湿器自分でつけたことなかったから。ああ、そっか。そう。知らない間にね、お母さんが入れてくれたのね。そうそうそう、いつの間に入れてたんみたいな。あ、でちょっとこう、なんか、まあ、私はこの話面白いっていうか衝撃的な話とか話してるんですけど。いや、衝撃的だったよ。あ、本当？すごく衝撃的だった。あ、よかったよかった、うん、じゃあなんかすごい一致してるしてる。あ、よかったです、うん、じゃあ今年も衝撃受けていきましょう。うん、皆さんもお水忘れずに、はいはい、入れてくださいね。はい、はい、以上今週の面白い話ですよね。奇妙な話じゃないですね以上、はい、今週の面白い話でした。ここからはこちら、今週のストーター、イエーイ。はい、ということでここから普通のお手入れ略して普通のメールを紹介します。はい、では早速紹介していきたいと思います。はい、ではまずはルームメイトネームみちさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん、アグアグのんのん、アグアグのんのん。1月7日に
ゼップ名古屋にて開催された、アイドリープライドゼップツアーつなぐ in 名古屋サニーピース単独ライブに参加しました。ありがとうございます。自分はアイドリープライドのワンマンライブとしては現地初参加でしたが、サニーピースハーモニーから、レッツゴーレッツゴーピースピースまで、サニピらしいみんなで盛り上がれる楽曲がたくさん披露されてめちゃくちゃ楽しかったです。そして今回のライブでは各メンバーのソロ曲のパートがあり、のんのんも白石ちさちゃんとしてお兄さんの総の宗之助さんが作った、小さな物語を披露して、のんのんのキュートな歌声とダンスと合わさって最高に可愛かったです。ありがとうございます。最後の MC ではサニーピースのメンバーに対する感謝の思いから、のんのんの目から溢れるものがありすごく感動的なライブでした。あ、そうなんだ。のんのん素晴らしいライブありがとうございましたとのことです。ありがとうございました。ありがとうございます。そうなん、サニーピースの単独ライブだったんだ。そうなの。あ、そっか。あ、じゃあ、あの月のテンペストさんはいなかった。そう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 、いなくて、あ、じゃあサニーピちゃんの初めての元気な5人だよね。そうそう、元気な5人、オレンジの5人だよね。そうそう、あ、そうだよね。そっかそっか、だってあれだよね、兄様とかで一緒に、そうそう、みんなのね、そう、かっこいいのと、ね、元気系の可愛い系で、そうそうそう、じゃあ元気可愛いチームでやったんだ。やってました。そうだったんだ。初ツアーで、すごいね。そう、でも名古屋もね、北海道も名古屋も行かせてもらって、で、最後10人で羽田でライブやったんだけど、そういうことね、それでつなぐなんだ。そう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 、そうね、あの目から溢れるものもありましたね。あ、感動したんだ。なんか、あんまりこうライブの MC とかで泣かせていただいたことなかったんだけど、今までなんかこう初めてのツアーってこともあって、なんかすごいみんなの絆深まったなっていうので珍しく泣いちゃったりとかして、そう、確かにのんのんそんな泣いたりするイメージないから、そうだよね、ない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 、あんまあの泣きませんって感じで、そうそう、みんな泣いててもね、そうそうそう、あの芯が強いからね、こうあんま泣くイメージないけど、そうそうね、そう、なんかそんな感動的なライブをやらせてもらってました、じゃあみちたんはね、すごいあの、貴重な場面に立ち会ったんだね。そうだね、貴重です。もうね、これからあと10年見られないかもしれないから、確かにもう泣かないかもしれない。そう、泣かないかもしれないから、すごい、なんかね、遠くまで来てくださってありがとうございました。ライブ自体は楽しかった？うん、すごい楽しくてめっちゃ盛り上がってくださってね。あ、よかったよかった。それこそお兄ちゃんは、名古屋までは見に来れてないのか。そう、お兄ちゃんは来なかったんだけど、お父さんとお母さんが車で名古屋まで見に来てくれて、あ、そうだったんだ。そう、なんか、まあ、行こうと思えばね、あ、そうだよね、美味しいものとか食べれた？名古屋、北海道とかで、あのうなぎを食べて帰りました。ひつまぶし？そうそう、いいじゃない。美味しかったです。美味しいよね、はい、よかったよかった。幸せなツアーでした、よかったよかった。はい、ありがとうございます。続いて、ルームメイトネームヒューさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん番組スタッフの皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。アグポンがエンディング曲を担当する佐々木とピーちゃんが1月5日から、そしてのんのんがヒロインのリットを演じる真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしましたセカンドが1月7日から放送されましたね。曖昧ガールは第1話の時点ではエンディング曲は流れていませんでしたが、1月10日には先行配信があるということでとても楽しみにしています。今年も大活躍されること間違いなしのお二人をこれからも応援していきます。といただきました。ありがとうございます。そっか、もうじゃあ放送されてるところで流れてるのか。そうだね、お互いね。それこそ佐々木とピーちゃん見てたら、CM にあのこの真の仲間のノンノンが小説のナレーションしてるやつが流れてくる。そう、すごい。じゃあ同じ時間にアグノンの2人の、そうだね、そう、 CM で全然見れるから聞けてるんだね。ノン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 だみたいな感じで、そうそう、すごい見ながらね。そうでもすごいね、2期だもんね。そうだね、1期はまあ2年前ぐらいかな。でもそんな前なの？3年前ぐらいに放送されてて、そう、今でもセカンドでまたヒロインのリットをやらせていただいてます。素晴らしい、ね、あの2期もすごいイチャイチャしてるスローライフなので
ぜひ見てください、うん、ぜひご覧ください。はい、お願いします。お願いします。はい、では続いて、うん、ルームメイトネームカジュさんからです。ありがとうございます。アグアグノンノン、こんばんは。こんばんは。のんのん、アベミュージックを特集した月刊ブシロード2月号を見たよ。 ありがとうございます。訳あってデジタル書籍で購入したんだけど、うんうん、記事を読んですごく感動したよ。アベミュージカの仲のいいところ絆を感じたよ、うんうん、バンドリアニメ迷子の最終話で、うんうん、メンバーが合わせて X に、うん、ようこそアベミュージカの世界へを投稿してたのは気がついてたけど、うん、一緒にいたりビデオ通話で実際に話しながら話しながら話しながら投稿したとして素敵な絆だと思ったよ。やったやったながらなんとなくのんのんはアベムジカのリーダー的存在で頑張ってるのかなって思ってたんだけど、記事でその話も上がってて、読んでてのんのんの真面目さがすごく伝わった、うん、そしてみんなのことが大好きだってことも、うんうん、のんのんが語ってたゼロスライブで自然と円陣を組んでてたってエピソード、うんうん、読んでて心が熱くなったよ。新曲の力強い、素晴らしき世界で素晴らしき世界でもどこにもない場所も、うん、どこか、ぬくもりを感じるアングルスも最高です、うん、ありがとうございます、ライブで見れるの楽しみ。ではでは、PS、月刊ブシロードの座ってるのんのんの写真もすごく良かったよだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いっぱい書いてくださって、うん、そうだね、なんか、うん、アベムジカってこうバンドをやらせていただいてるんですけど、うん、こう普段の私だったらなんか結構ボケ担当っぽいって言われがちなんだけど、そうね、アベマジカのメンバーは私以上にこうみんなボケ担当だから。そうなの？私ツッコミ担当なの。え、どんなツッコミするの？え、なんかそれなんとか言えないかーい。何何何何え、じゃあその子たちになりきるからさ、え、どんなボケをするの？その子たちは。ちょっとやってみる。私なんたんなんたんわーみたいな感じで、オッケーオッケー、くる感じ、なんたんなんたんわー、それ幼稚園じゃないかーい。やばい、もう一人ツッコミがいるよこれっていう感じですごい仲いいバンドをやらせてもらってます。あ、でもすごいかっこいいさイメージだからさ、うんうんうん、そう意外だね。めっちゃみんなのんびりしてるんだね。中の人はもうイエーイわーみたいな感じの。そうなんだ。そう、全然イエーイわーなんだ。イメージと違う、うん、キャストみんなでそうなんだ、ね、やってます、うんうんうん、私リーダーだから、うん、あ、役がね、うんうんうん、そうそうそう、だからね、なんか最年少だけど、うん、ちゃんとしなきゃみたいな。最年少なんだ。そう、あったりとかもして、うんうん、ツッコミしてます。あ、そうなんだ。はい、ね、そうなんだそうそうそう、見てみたいけどね。でも、うんうん、ライブとかだとあんまりそういうとこ見せないんだもんね。そうだね、見せないかも。みんなキャラクターになりきってたのか、演じててやってるから、うんうんうん、ウェーイイエーイって感じじゃないってことだもんね。ちょっとスッとした感じでね。あ、スッとしてるんだもんね。わーみたいな、弾いたりとかしてるけど、そう、なんか X とかで写真はわちゃわちゃしたの上げてるので、うん、よかったら見てみてください。そうだね、それこそこの月刊ブシロード2月号を見れば、ね、わちゃわちゃした様子がね、うんうんうん、少し見えるかも、会話見えるかもしれないということで、はい、皆さんぜひぜひチェックのものをお願いします。はい、以上今週のふつおたでした。アグのルームラボ、ここからはこちら、仲良しチャレンジ第8シーズンロストインジャスティス、わーい。はい、このコーナーは2人で協力してあることにチャレンジします、うん、見事クリアすればアグノンポイントをゲット。アグノンポイントを20貯めると何かが起こります。うん、前回は新年早々いい滑り出しでした、うん、と言われていますそうだね、そうのポイントを ねゲットしましたね、うんうん、現在のポイントは9ポイントです。ということで今回チャレンジするのはぴったりオミットです。何かと言いますと、うん、お題の単語の略称を一致させるゲームです、うんうん、まずお題が出題されます、うん、そしたらシンキングタイムなしでせーのでその単語の略称を2人同時に叫びます、はい、
これでお互いの略称が合っていれば成功、合わなかったら失敗です。はい。例えば例であるのが、お題がアメリカ合衆国だったら、うんうん、2人ともアメリカで叫んだら成功だけど、うん、こう USA とか米国みたいな感じで違うこと言ったら失敗になります。でも2人で USA って言ったら正解ってことだね。確かに叫べば正解です。 OKOK、うん、これを6回やって5回以上1で1ポイント、うん、全問正解で2ポイントゲットになります。ね、でも厳しいね、2ポイントゲットするには、ね、1ポイントゲットするには厳しいね。結構ね、厳しいよね。1回しか間違えちゃいけないよ。だっていや、私たち間違えませんからね。そうだ ね、 ね、さっきもさ、これの時確かに時同じこと言ったりしてたよね。してた。じゃあ見せつけていきたいと思います。はい、頑張ろう。はい、それではやってみましょう。それではお題お願いします。おお、これはこうでしょう。いきます。3、2、1、ファミマ。イエーイ。まあこれはね、うん、余裕のよっちゃんですよ。余裕のよっちゃんですね。いけますね。はい、じゃあ続いてのお題お願いします。うん、おお、うんうん、え、あ、え、どっち、あ、え、いや、こっちと信じている。はい、いきます。マック、おお、マクドじゃないよね、やっぱ。私、あのアドポンがマクドって言ってるの聞いたことないから、うん、マックだと、マックだなと思いました。よかったよかった。うん、じゃあ続いてお願いします。おお、え、逆にこれ以外ある？ね。三、二、一、サイゼ。イエーイ。え、めっちゃ簡単じゃない？簡単、超簡単なんですけど。ね、うん、はい、じゃあどんどん行きましょう。うん、続いてお願いします。え、や、え、え、略ある、略称ある、これ。いただきます。え、3、2、1、ドンキ。ビクド。ドンキ、何これ。え、ビクド、略称にしなくない？え、しない。びっくりドンキって言うよね。いや、びっくりドンキよ、びっくりドンキよ、ね、え、え、皆さん略します。え、なんて言います？ビクドン。ビクドン、ビクドン、え、なにそれ、なにそれ、え、なんて略します？お、ですよ、いやー、仲間だ、仲間だ。え、略します？ビクドン、なんそれ、ほんとですか？2人で行けば、打ち合わせてましたよね。え、小泉さんは略さない。あー、仲間だ、だ、え、略さないのにブブーって言いましたってことですよね。え、何このお題。あー、なるほどね。うわ、じゃあビッキーさん聞いてもよかった。ね、うわ、そうしよう、そうしよう、うん、もう本当に言う言葉にしよう。そうしよう、うん、ビクドン、ビクドン。え、みんな略すのかな。じゃあ続いてお願いします。お願いします。あー、それは、うん、セブン。あー、よかった、よかったよかった。セブン入れとかいう人いるよね。でも、え、見たことない。ね、ちゃんと11も置いてくなってね。あ、なるほどね。そう、7だけはダメだみたいな、うん、そうそうそう、なるほど。え、じゃあ続いてお願いします。うん、え、あ、はーい、いただきます。よし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 。3、2、1、ミニストップ。なに、え、なんかピロンブー、ピロンブー、機械が壊れてますね。あれ、壊れてますか？略称があっていれば最高で。え、略さないもん。略さないです。あの、もう短いもん。心は略してるんです、これでも。ミニストップ、短く言ってる。ミニストップ、だからミニストップじゃなくてミニストップ言ってます。スピーディーに、スピーディーに、ミニストップ。ミニップ、ミニスト、ミニスト、え、本当ですか？聞いたことない。え、聞いたことない。いや、まあでもミニストップで、うん、共通してたので。共通してればいいってさっき言いましたよね。びっくりドンキーの時だって2人が揃ってればいいってことですよって言われましたもん。だって略さないもんねって。何でもかんでも略すの良くないですよ。確かに、確かに、本当に。で
でもさっき言ってたもんな、2人が揃ってればって。え、あの冒頭の説明の音声聞いてみてください。音声チェック。え、でも略さないって言ってましたよね。そうですよね、略さないって。え、私だって略さない。僕は略さない、ね、私だって略さないさ。そうですよ。え、こうしましょう。今のやつは本当にあのポイントがあるかないかのやつなので、次のやつで成功したりしましょう。なるほど、なるほど、わかりました。ちょっとそれでいきましょう。じゃあ、うん、じゃあお題お願いします。これはこれじゃが、もう、もう、うん、3、2、1。花丸。花丸ですよ、それは。え、略す札。でも、花丸うどん、うどんっていうか、花丸かも。あ、そうだよね、花丸、うん、うどんって言うよね。言うね、うん、花丸だ。よし、私たちも花丸ってことで。よし。あ、じゃあこれはチャレンジ成功1ポイントです。です。わあ、よかった。あ、よかった。あ、よかった。亀裂が入るところでした。花うどんとか出てきたらね、ちょっとどうしようと思った、ね、うん、よかったよかった。よかったよかった。でもなんかみんな略すのかな、こんなに。気になるよね。確かに、うん、ミニストか。うん、これから言ってこ。ミニップとか言ってたよ。本当にミニップ？え、ちょっとミニップ行ってくんねみたいな。どこ行くんってなるよね、それ。なるってことだよね、うん、そっか。じゃあ、ね、知らんかったわ。すごい面白いですね、いろんな略し方があって。みんな正式名称も覚えていきましょう。そうですね、はい、うん、ということで以上、仲良しチャレンジでした。アグのルームラボ。お送りしてきましたアグのルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグのアットマークセカンドショットドット JP です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください、うん、また番組公式 X もやってます、うん、私たち個人の X もあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。この番組はタイムシフト期間1週間含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで第109回はどうだった、うん、いや、なんかちょっとなんかあったかくなったかも。白熱して。白熱した。ちょっとあの略称に対して、う、ね、うん、うん、なんかこうね考えると、なんか ね意外と略称してんのかな。アグノはとかはね、アグノっていう ね、うんうんうん、長い名前だとやっぱ略称しやすいのかな、ね、そっか。それこそ大学名とかってなんか短くするイメージあるかも。〇〇大学を〇〇だけみたいなね。そうそう、なんとか大みたいな、うんうん、そういうイメージあるから、してんのか、ね、意外と。意外としてましたね。してますね、うん、でも難しかった、ね、短いやつを略すのめっちゃ難しかった。うんうんうん、うん、ビクドンか。ビクドンか。ねえ、ちょっとびっくり。言わないね。ねえ、そうだね。言わないです。はい。はい。またアフタートークでも揉めると思いますが、二人をミットしたいと思います。はい。はい、頑張ります。はい。はい、ということで今回はここまで。次回の配信は2月14日水曜日23時からです。わあ。うん。バレンタインの日だ。バレンタインの日だ。ね。じゃあやるんじゃない？やるのかな、また。伝説の伝説のね、伝説残す、ね、前回あれ去年はね割とまともだったから、可愛らしいバレンタインでしたよね、去年はだった気がする、ね、うまくいった気がするよ、ね、うん、じゃあ何かでまた伝説を残したいと思います。残しましょう。はい、うん、最後はアグのじゃんけんでお別れ。今回はアグポンです。はい、皆さんじゃんけんの準備はいいですか。いいよ。それではいきますよ。ぐる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 じゃんけんアグポン。はい、負けたあなたはなんだろうな、いろいろ略されちゃうことがいっぱいあるかも。おー、せーの、
バイバーイ。